So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour, we...私は子供の頃から大の引っ込み思案で、好きな人がいても毎回声がかけれずに終わっていた片思い女子でした。高校時代は女子校だったので、男子と話す機会は皆無、絡むとしたら塾の他校の男子でした。そんな私が大学生になった頃のお話です。その大学はやけにフレンドリーな人たちが多く、みんながすでに友達だったかのように振る舞っていました。そんな空気感に飲まれてしまったこともあり、高校時代と変わらない生活が過ぎ去ったある日のこと。私は本が好きで、よく大学の図書館で時間を過ごすことが多くありました。そしてあることに気づいたのです。本を借りる際に各図書カードに同じ名前が多くあったこと。珍しいこともあるんだなと最初はそう思ってました。次第にその頻度は増え、私の中ではその人の人物像が妄想で膨らみ、どんどん気になっていったのです。分かっているのは名前とこの大学のある男子ということだけ。一度でいいから顔を見たい、そんな思いが募った秋のことでした。私は思い切ってその人が次に借りるであろう本にあるメッセージを書きました。好きな人はいますか？すると数週間後に返事がありました。その届いた手紙がこちら。実は僕もずっとあなたのことを考えていました。僕と同じ本を取り、僕と同じ図書館で出会ったこと、僕の中で運命だと感じました。毎日あなたはどんな本を読んでいるんだろう、今は何をしているのかな。妄想ばかりが膨らみ、だんだんと会って話をしたくなりました。この手紙を読んでいるあなたの名前を教えてはいただけませんか。